ください。ジュリア、待たせたな。欲しかったでしょ、この刺激。これで一生いっぱい、また何度でも刺激のある試合をしましょう。3年ぶりのファイブスターグランプリ出場、今日から熱い戦いが始まりますけど、盛り上がる準備はできてますか？2022年ファイブスターグランプリ、この葉月がワイルドで、そして最高にクレイジーな戦いを見せるけん、お楽しみに。ファイブスター開幕戦、ジュリア、強かったけど勝ったのは私。この夏
誰よりも一番、誰よりも私が楽しんで最高の暑い夏にしたいと思います。はあ、はあ、はあ、ジュリアとは決着がついたわけじゃないからね。ジュリアがスターダムに来て、初戦が葉月とのシングル、レフリーストップで負け、今回2度目のシングルで私が垂直落下で取り、1勝1敗。これからもあいつとの楽しい戦いは続きます。くそー、いやー、初戦負けちった。ハスキー、ハスキー、でも約3年前私がスターダムにやってきた初戦の相手、ハズキ、あの日ハズキはいなくなって、モヤモヤが残ったまま、唯一残ったままこのスターダムで私は戦い続けて、まさかお前が復帰して、まさかまさかまたハズキと戦えるなんて思ってなかったから、負けたのはマジで悔しいけど、このモヤモヤが晴れた気がする。しかしリーグ戦1回戦目負けたのはよくねえよな。でもまだ始まったばっかり、ジュリアの夏はこっからだから、決勝に向けて走り抜けるから、今日はあんたとやれて本当に良かったよ。またやろう、アリベデルチ、またな。真夏の最強女子決定戦、スターダム5スターグランプリ、戦いの女神たちが灼熱の日本駆け抜けてやるよ。宇宙一きらめくスターダム、スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。